皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。本日も出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りください。最後までご視聴お願いいたします。本日1月16日日曜日、もっと笑ってという題でお話をいたします。私たち笑顔をするっていうのは、相手に好感を得させ、相手にこういい印象を与える、そのものだと思っていることはないでしょうか。笑顔は実際相手の心を開き、警戒心を解き、好印象を与えてくれます。しかし何よりも自分を元気にしてくれるんですね。笑うと顔の7つの筋肉が動いて、顔を若々しく美しくしてくれるんですよ。そしてその筋肉は脳にまで働き、自然治癒力を最大限に発揮してくれるというのです。笑顔はあなたに元気を与えるだけではなくて、病気からも守ってくれるんですね。ある人はいつも笑顔で過ごしている人がいます。でも最近笑顔を忘れている人はいないでしょうか。ドキッとした人もいるかもしれませんね。まあでもね、無理やりでもいいからね、笑顔を作ってみてください。まあそうするとね、顔の筋肉が使われ、脳に同じホルモンが放出されますので、まあそれは副作用がないわけですね。私たちへこんだ時、泣きたい時、落ち込んだ時、鏡を見て笑ってみてください。笑うには理由があります。第一番目、神が私を愛してくれてるから。2番目、神が私たちと共におられるから。3番目、イエス様があなたの苦しみ痛みを代わりに背負ってくださった、その原因根本からキリストはそれを代わりになってくださったんです。4つ目、そしてキリストは死なれた。5つ目、キリストは復活された。そして6番目、すべての問題はだから解決してる。だから私たちはいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝することができるんですよね。皆さんどうでしょうか。素敵な笑顔を見せておくれと聖書は語ります。私たちは神様の前にそんな笑顔を作って、あるいはそれが自然に出てくるまでにいつも笑顔で生きていけたらどうでしょうか。喜び褒め歌おうよ、ハレルヤ、声高らかに主の御前で賛美しよう、主と共に喜び歌おう。作り主、救い主、我らの安を讃えよう。癒し主、贖い主、イエス、永遠に主を讃えよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。